はい、こんにちは、母ちゃんです。父ちゃんです。はい、今年もはいまた買いました。何を買ったんですか？オイシックスのはいおせちです。去年もね、はい、オイシックスの、まあ、オイシックスの中の一番人気っていう、うん、軽梅っていうおせちを、うん、買ったんですけど。軽梅？うん、軽梅物件みたいな今年またね、同じのじゃつまらんかなと思って、うん、オードブルのようなおせちっていうのを買ってみました、うん、すごいね。まあ、あのコンセプトは、うん、とりあえず、うんうん、だからもうどんどんさ、おせちからかけ離れていくよね。おまあ、というわけで、はい、今回買ったね、おせちを、うん、早速紹介していきます。はい、はい、おせちという名のパーティーバレルですかねそうだね。今回買ったのは、ほうか、はい、っていうおせちですね。木下ですか？そんなおったらそれじゃじゃーん、すごくない？すごい、なんかもうこれだけ高級感あるよね。ああ、うん、で、これ昨日届きまして、はい、冷凍で届くので、お、24時間冷蔵庫で解凍して、うん、今日やっと食べれる状態になるっていうね。おう、わあ、もうこのお重もさ、ああ、白でなんかすごくない？いやー、これは殿に献上するタイプのお重ですね。はい。で、今回のこのおせちは、なんかこれ見たらわかると思うんだけど、うん、なんていうの、この小鉢みたいなのに全部入ってるわけ。うん、小鉢？小鉢っていうのこれ。何よ？これ見てみ。ああ、カップね。うん。うん、小鉢みたいなのに入ってて、うん、で、こう、テーブルに飾ると可愛いみたいな。うん、なるほどね。うん。っていうタイプのものを買ってみました。はい。はい。でも小鉢になってるせいでさ、うん、若干さ、少ない気がするね。ああ。こういう風に入ってるより。おいけそれって、ただの量マシマシ詐欺じゃねえかいや、ほんとに。じゃあね、お品書きを紹介していきましょう。うん、はい、まずね、こっちが1の10ですね。うん、で、これが伊達巻き。はい、それから、これが、対広島な巻き。はい、それから、3番がこれ、エビだね。紅白エビ、紅白エビ結び。うん、それから、4番が、紅鮭昆布巻き。ああ、鮭が入ってんのね、昆布に。うん、そう。珍しいね。ね。うん。それから、カレーの西京焼き。うん。で、市松かまぼこ。はい。それから、これが、クリーム水晶。はい。で、これが、エビの旨煮。うん。で、この丸いのが、うん、日の出絹玉巻き。うん。これが黒豆に金粉飾り。はい。で、最後にこれが栗きんとん。うん。うん。って感じで、まあ、1の10は、うん、結構、ちゃんとしたおせち料理っぽいものが入ってるね。そうだね。うん。で、こっちがもう去年とは全然違うもので、うん。まずこれが、うん。焼きエビのガーリック。おお、もうガーリック風味になってんだよ。釣りの餌にも使えそうだね、このまんま。うん、これが、チキンと豆のラタトゥイユ。はい。ラタトゥイユ、ラタトゥイユってなんかどこの国の料理だったっけ？もうおせちじゃないね。おせちじゃない、完全におせちじゃない。うん、次が3番が、これ牡蠣じゃないんだ。あ、これはあれじゃない？ムール貝？うん、なんかね、パーナガイだって。パーナガイ？うん。聞いたことないですね。聞いたことないね。うん、パーナガイの燻製とイカバジルナッツだって。う
それからこれが、豚肉のオレンジ風味。はい。うん。で、次がこれ、エビ。うん。これが有頭エビのスモーク。うん。スモークだって。あ、こっちはスモークなんだね。うん。エビの種類も違うの？さっきのと。一緒？一緒でしょ。一緒か。うん。一緒だけど、こっちは、うん。煮てあるんだよ。あ、そうだね。うん。で、次がこれね。ローズサーモンと貝柱のジェノベーゼがけ。あ。で、それから、次が、ニシン昆布締めのサラダ。はい。うん。で、それから、最後これね。うん。アイガモと、野菜のマリネ、うん。これね。うん。っていう感じのお料理です。はい。だ重箱に入れただけで、全然和食じゃないっていうね。はいはい。まあ和食じゃないといかんっていうルールももうなくなったんだな。うん。GHQ に取られたんだ。そこは。GHQ に、おせちを和食しか使わないっていうの禁止ってされてない。そんなことないけど。そう。うん。おしゃれなおせちって感じだね。うん。ああ。というわけでね、はい、今回はこれをね、試食していきたいと思います。はい。まだ年も明けてないんだけど。はい。いやー、いいですか？私だけ先におせちいただいちゃって。まあまあ、特権ですね。ね。うん。じゃあ、とりあえずさ、やっぱ気になるのこっちだから、はい、こっちから食べていい？はい。じゃあ、まず、このね、はい、エビのガーリック。はい。いただきますよ。どうぞ。で、これね、エビがね、はい、3つ入ってて、3つっていうの、はいはい、3尾入ってて。うん。で、下の方が、あ、なんか玉ねぎ？お。みたいな。イカじゃなくて。うん、玉ねぎが入ってる。ああ。うん。って感じだね。はい。で、これ一緒にいただいてみるわ。あ。いただきます。なんか冷たそう。まだ。ああ、そうだよ。ん？氷。うまっ。うまいんだ。うん。氷でも。うん。あのね。はい。エビがプリプリしとって。おう。あと、結構濃いめの味付けで。おう。でも美味しい。お、次これか、ラタツイユ。ラタツイユか。はい。チキンと豆が入ってるんだね。はい。でもチキンいただいちゃうよ。はい、いただきます。うん。ラタツイユだ。ああ。ちょっと、うん。チキンが、うん。あ、胸肉なんだよ、きっと。ああ。ちょっとパサパサしてる。なるほどね。うん。まず、あの、若干ちょっと味が薄いかなって感じする。次が、この、なんかパーナガイ。はいはい。パーナガイって何よ？もうパーナガイね、でも2個しか入ってないのよ。ああ、そうなんだ。うん。下には何が詰まってるんですか？下はイカだね。ああ、これはイカなんだ。うん。うん、で、なんかね、本当にね、牡蠣と、ムール貝を足して2で割ったみたいな感じの雰囲気。なんか貝柱がついとんのこれ。うん。しっかりした貝柱が。うん。ああ、美味しそうだね。ね。うん。じゃあいただきます。うん。海のミルクって感じ？うん。結構ね。うん。すごい歯応えがある。ああ。何に近いかな。うん、貝で言うと、あの、ホタテの、さ、うん、ひもっていうの、うん、みたいな感じの歯ごたえが、してる。あ、そうなんだ、うん。結構しっかりした。アワビレベルではないけどって感じだ。コリコリはしてないけど。コリコリはしてない。うん。で、この多分腹の部分は、うん、ムール貝っぽい感じの、柔らかさなんだけど、うん、周りのところが結構ね、うん、しっかりしてる。そうなんだね。うん、じゃあムール貝にホタテ巻いてるんじゃないの？いや、でも美味しい。あの、燻製だからさ。うん。すごいね、スモークの匂いする。燻製好きだもんね。うん、いや、燻製好きじゃないけど。俺は嫌いだよ。私も嫌いだよ。そうか。じゃあ次行こう。はい。豚肉とオレンジ。で、これもね、豚がね、はい。これ、3切れかな？ 3 切れ入ってます。角煮みたいな感じだね。うん、をなんかオレンジ風味にしたっていう。はあはあ、はい。はい。いただきます。うん、このか。これあれだね。うん。うん。
冷蔵庫で24時間って書いてあるけど、うん、嘘だった。もうちょっとやった方がいい、もうちょっとやった方がいいかもしれない。あのね、はい、美味しいんだけど、うん、普通の角煮の方が美味しいかな。ああ、スガキ屋のラーメンに入ってるチャーシューの方がうまいと。いや、まあそうだね。そう、うん、あのオレンジ、まあ美味しいんだけどね、うん、そのオレンジ風味っていうの本当にフルーティーになっちゃってるから。ああ、フルーツ豚だ。そう、うん、次がこのエビ、これがね、スモークなんだって。お、なんかエビのスモークってあんま食べたことないね。ないね。うん、あの、むかなくていいように一応なってた。はい、頭とこの尻尾の部分だけ殻がついてて、うん、はいはい、体は剥いてあった、はい、食べやすいように。なるほどね、うん、はい、いただきます。うん、うん、うん、うまっ。普通のエビとは違う、うまい。普通のエビってこれ、普通のボイルしたエビと、うん、じゃ普段食べるようなね、うんうん、あのね、うん、こっちの方が美味しいかもしれない。スモークしてあった方がうまい。うん、へえ。全然ね、スモーク臭さがない。あ、そうなんだ。うん、じゃあ嘘なんじゃないの。いや、いい、あの、ほのか、すごくほのか、うん、だからいいってこと。あ、うん、なんかさ、よくこういうさ、まあおせちじゃないけど、お弁当とかにさ、こうエビが入っとったりするとさ、うん、あの、ちょっとさ、臭かったりするじゃん。あ、する。それが全然ない、マジで。これとこういうのとかもさ、マジで臭い時あるじゃん。ある。あの、よくお店とかでもさ、ピラフとかにさ、うん、こう冷凍エビとか入っとると、あ、臭ってなる時あるじゃん。あ、そういうね、生臭さは一切感じられん。それはね、うん、腐ってるんです。店にクレーム入れましょう。次がね、サーモンか。サーモンと、うん、貝柱。これ貝、あの、ホタテなんだ。あ、で、ジェノベーゼソースがかかってます。はい。サーモンはね、うん、鉄板でうまいからね。うん。うん、一応取れん。はい。はい、いただきます。うん、冷たい。こんなんさ、うん、まずいわけないんだ。まあね。うん。うん。めちゃくちゃうまい。ダントツ。ああ、あのね、私ね、うん、スモークサーモンだけは好きなの。俺もなんだよ。スモークサーモンだけは、なんかうまいんだよね。そう。ねえ、ケイ。そう。わかるでしょ？わかる、うん。で、このホタテも、うん、あの、スモークなんだって。あ、そうなの、うん、スモーク好きだな。うん。ホタテも食べちゃっていい？どうぞ。いただきます。はい。うん。どう？サーモンと比較すると。サーモンの方がうまい。ホタテは、うん、え、あんまりスモークって感じしない。そうなんだ。うん。うん、あんまりしない。けど、うん、なんかね、結構ね、うん、いいホタテ使っとんだろうなって感じの、うん、弾力がある。味はついてんの？あ、ついてる。あ、だし、このジェノベーゼソースでさ。あ、バジルの味がわーって。へぇ。わさびの方がうまいんじゃないの？あのね、まあ、正直言うと、はい、あのコストコのホタテの刺身の方がうまい。次がこれね。あ、ニシンだ。ニシン。これね。はい。これがね、これはね、嫌いだよ俺は。まあそうだろうね。酢漬けだからね。うん。ニシンの酢漬けのサラダ。なんかこれどっちかといえばさ、あの、しめ鯖みたいな感じのイメージじゃない？あ、そうかそうか。うん、はい。で、下はね、多分人参と、うん、大根なのかな、これ。うん、なんか、マリネみたいな。うん、で、いただきます。はい。うん。想像通りの味。ああ。最後ね。はい。この鴨か、アイガモ。うん。と野菜のマリネ。このアイガモをいただくわ。うん。ハモの、はい、スモーク、はい。あ、スモークしてあるんだ、それも。全部スモークだね。うん。で、このハモに野菜を巻いて食べてください、だって。へぇ。椎茸巻いてみるか。うん、まあ、合うかって感じだけどな。椎茸？うん。椎
しいだけどカリフラワーとか巻いてるよ。はい。普段カリフラワーとかあんま買わんしね。買わないね。うん。ね、いただきます。でかいかな。何が違うんだろうな。ブロッコリーと。0点とかって。本当に。いやー、これまずいわ。0点出ました。これマジでまずい。計算。いや。うん。でも本当に癖のあるスモーク。ああ、で、カモの、うん、グニャグニャ感も、うん、ちょっと嫌だ。ああ。あと、うん、今一緒に食べた、うん、椎茸と、うん、カリフラワーの、ああ、これがマリネなんだけど、はいはい、それもなんかあんま美味しくなくて合わんかったんだ。うん、ああ、いや私はちょっとあと後味も悪いな、口の中がなんかまずい。 あそうなんだ。うん、残念な感じだった。はい、じゃあもうこっち食べようか。ああ、じゃあシーズン1が終了したということで、はい、シーズン2に入っていくということですね。はい、このドラマは、はい、はい、でこっちも行ったら食べるか。はい、まず伊達巻き、やっぱりさ、はい、伊達巻きでさ、うん、店のあれが決まるって言うじゃん。ああ、言うね。伊達巻きってさ、好きな人おんのっていう感じするよね。好きな人おらんだろ。じゃあ、あのさ、申し訳ないけど、よしもいけど、これ好きとか言っとったら、やばいよ。じゃあ、本当に、うん。うん。まあまあ、だけど、好きな人は好きなの、うん。うん、俺その好みを疑うわ。はい、いただきます。はい。うん。うん、分かった。あ、あのね、はい、カステラだと思えばいいんだ。あ、そうだよ、さっきも言おうとした、うん、見た目もカステラじゃんって感じだったよね、うん、じゃあマジでカステラの味するんだって。じゃあだったらカステラ食った方がいいんだって。てか何これさ、特にさ、はい、このオイシックスの伊達巻き、うん、マジでカステラの味する。あ、そう、うん、でさ、うん、なんていうの、パサパサ感がない、しっとりとした、うん、カステラ。ああ。だから、なんていうの、生カステラみたいな。ああ。じゃあ、紅茶とかで食うとうまいじゃん、うん、カステラって。コーヒーとか紅茶で。うん、だけど、その、伊達巻き紅茶とかコーヒーで食えって言われたら嫌じゃない。でもこれさ、うん。この形じゃなくて、うん。なんか普通にケーキみたいな形で、はい。出てきたら。あ、わからん。わからん。絶対にわからん。これ。それに、さらに生クリームが添えてあったら、うん。マジでケーキみたいな味する。あ、そう。うん。じゃあ、まあ、うまいんだろうね。美味しい。ああ、まあ、どっちにしろ、卵だからね、うん、そのスポンジとかも、うんうん、じゃあ次これタイね、はい、タイの広島生巻きってやつ。あ、でこれもね去年もあったんだけど、うん、美味しかったよ確かに。あ、そうなの。うん、いただきます。はい、うん、安定のうまさ。うん、これも酢で締めたの。あ、そうなの。うん、え、次がこれか。ここのエビだ。これ去年なかったのよ。うん。エビの。春巻き風になってるな。うん。大根と人参で巻いたエビだって。あー。すごいね。なんかちょっと、お祝い事。まあ本当にあれだね。正月のって感じだね。うん、すごい。いただきます。はい。ん？うん。あれじゃないの？大根ってそのなんか正月のやつあるじゃん。なんか名前忘れちゃったけど、甘いやつ酢で締めた。千枚漬け？あ、そうそうそう。それが巻いたんじゃないの？うん、そう。その通り。かもなくかもなく。次がカレーの西京焼き。はい。これもね去年も入ってた。もうカレーね。あ、ちっちゃいのするわ。あ、そうなの？じゃ今お腹いっぱいなんだよね。あ、もうこれ結構大食いになるんじゃないの？これ食ったら。だってご飯食べた直後だからね今。あ。これもね、結構美味しかったよ。はい。去年食べて。ご飯食べた直後でもこんだけうまいと、だけど。あ、そうだよ。ね。本当に。それすごいね。うん。よく考えたら。いただきます。はい。うんうん。上品な味。うん。で、次はかまぼこね。はい。かまぼこ食べる意味ある？え、ないよ。ないの？うん。まあでも一応食べるわ。食べるんかい。かまぼこはやっぱだけどさ、うん。あの、わさび醤油つけんとね。うん。食う意味ない。うん、うん、かまぼこ。はい、じゃあ次これね。はい、
次このエビの旨煮。うん。おお、これは殻ついてるわ。おう。うん。で、さっきのスモークとさ、多分同じ種類のエビっぽいんだけど、うん。味がね、どっちが美味しいかちょっと食べ比べてみる。そうですね。うん。はい、いただきます。はい。うん。絶対的にこっちが美味しい。ああ、そうなの？うん。スモーク。うん。スモークが勝った。うん。次が、この、なんかこれ気になってるやつ。この、絹玉巻き？ああ。ってやつ？サーモンなの？真ん中。何が入ってるの？あ、違う、サーモンじゃないな。マグロっぽいな。何かすら書いてないのよ。ちょっと食べてみましょう。ああ。え、待って待って。うん。これ、ごぼうじゃないかな？あ、ほんと？うん。多分、うん、ごぼうで、うん、その周りが卵で、はい、その周りが大根って感じ。おう。じゃあ、いただきます。はい。うん。いい音。酸っぱ。うわぁ。うまい？うん。うまくもまずくも。あ、そう。うん。じゃあ次。はい。次、黒豆ね。はい。もう食うまでもないよ。うん。ちょっとこの見た目だけで、ちょっとウキウキする。ああ。うん。いただきます。はい。うん。まあ。栗きんとんね。これもね、美味しかったんだよ、去年。おで、この上のが栗の甘露煮が乗ってて。うん。で、下がなんかこれ本当にペーストみたいな。はいはいはい。これめっちゃ美味しそうじゃない？そうだね。うん。はい。うん。うん、まあ、恋柱っていう感じがする？うん？どういうこと？甘露煮みつりちゃんでしょ？ああ、ほんとだ。甘露煮だ。甘露煮か。甘露煮。これが、紅鮭が巻いてある昆布巻きね。あ、紅鮭なんですね、中が。人、う、参、ん、ではなくて。うん。はい。美味しそう。美味しそうとか、これ去年もあった。あ、そうか。美味しかった。うん。うん。うまい。うん。すごいな。うまいのが多いね。うん。ほぼうまいじゃん。うん。そんな感じで、うん、いよいよね、メインですよ。はい、メインだね。うん。これ。うん。これがマジで去年めちゃくちゃ美味しくて、おう。もうこれが入ってるから今年も頼もうって思ったぐらい、おう。これがマジでめちゃくちゃ美味しいな。なんて言うんだろうね。この、うん、くずまんじゅう的な、ちょっと水っぽい、おまんじゅうの中に、うん、クリームが入ってるの。うで、そのクリームも、うん、なんか、生クリームじゃなくて、うん、カスタードクリーム的な。ああ、母ちゃんが好きなやつじゃん。そう。うん、私はカスタードクリームがめちゃくちゃ好きだから。これ母ちゃんのために作ったんじゃないの？じゃあ。多分ね。うん。で、これが今年も食べたいがために、はい、オーシックスのおせちさんのもと思って、はい、うん、なんそれぐらいね、美味しい。おう。で、開けますよ。うん。じゃーん。おぉ、綺麗、美しい。ね。うん。ぐでたまって感じだね。ほんとだ。うん。ほんとだ、卵じゃん。うん。じゃあ、いただきます。はい。うん。うまっ。これマジでうまい。ほんと？うん。うん。安定？安定のうまさ？うん。なんかみんなも、はい、これのためだけに、うん、オイシックスのおせち、うん、名前も出して買ったほうがいい。おぉ！総合点数を言うと、はい。85点。おぉ。高いやん。高いよ。母ちゃんにしては。うん。うん、まずね、見た目がいい。ああ。見た目でもう50点ぐらいある。おぉ。それから、味は基本的に全部美味しい。おぉ。で、一品だけ、これだけは私はあんまりだなと思ったけど、うん、まあそれ以外は、ほぼ美味しい。まあまあ、それも好きな人は好きだろうしね。そう。好みがあるからね、人間。量が、うん、まあ、値段の
割に、うん、やっぱこの量は少ないなと思った。ああ。っていうので、マイナス10点。うん。これはマイナス5点。そこで足を引っ張ったね。だから85点。はい。という感じです。はい。で、もう今年はね、このおせちの注文終わっちゃってるので、うん、まあ、もし気になる人がいたらね、うん、ぜひ来年、うん、オシックスのおせち、はい、注文してみてください。はい。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。あれ？母ちゃん、大事なこと一つ言い忘れてんじゃないの？来年、2024年クリエイティブ母ちゃん、皆さん、来年もよろしくお願いします。お願いします。みんな、良いお年を。あとまだだ、まだ続くんだ。